さあ、タイタンホールもう何回目か覚えてないんだけど、まあね、無事、クラシックモードが終わって、あとはもうキャンペーンをやっていくっていう、逆か、キャンペーンが終わってクラシックモードをやっていくのか。消耗戦はやったことある。ラストタイタンスタンディング、これはやったことないな。全員がタイタンに乗った状態で開始する、これ面白そうだね。じゃあとりあえずラストタイタンスタンディングをやってみよう。パイロット、そう、じゃあ AR、タイタンはこれ、そう、クラシックモードだと最初からあのどのカスタムを選ぶかっていうのが表示されるんで、バンカードを選択、よくわかんないけど使ってみよう。あ、本当だ、最後まで、あ、タイタン1体だけなんだ、なるほど、タイタン1体だけ。じゃあこれ壊されたらおしまいなわけだ。あ、いきなり降りてる人もいるな。タイタンが壊されたら終わっちゃうわけか。じゃあ自軍に置きっぱなしにするってのも手の内なのかな。そう言われると、あれもう壊れそうだけど、あれもう壊れちゃったよ。え、こんな早く壊れたよ早くないかい。いやでもこれあれ、ローデオがすごい怖いね。ローデオにされたらもう一発で壊されちゃうと言っても過言ではないというか。チャレンジクリア、イエー。普通の人間にも警戒しつつ移動していきたいんだけど、いや静かだね、いつもと違って。危ね、敵のタイタンあと2体だけ。あ、でもかなり壊れやすい。なんでこんな壊れやすいんだろう。どうしたんだろう。コンビニ行ってくる。あれあれあっさりだな。ノーイジェクテ。なんかね、タイタンが脆い気がするのはなんでだろう。この試合だと脆いのかな。 LTS って略されるんだ、ラストタイタンスタンディングは。いやしかしかなりシビアというか、当たってる。オッケー。多い方が戦いやすいね。やばい、シールド壊れる、シールド壊れる。こうシールドを意識していかないとダメだね、やっぱり。おシールド回復、行こう。残り2体、仲間も優秀で結構サクサクいけちゃうね。あと1体。ああ、終わった。これは何ラウンド制、2回先に勝ったらもうおしまいかな。あ、まだある。はい、戦いはまだ序盤だ、圧力をかけ続けろ。まだ序盤、やっぱ先に降りてるなこの人は。でオートタイタン、でやっぱやべ、壊れる、あぶね。ちょっと引くよ。警告、敵タイタンから被弾。あぶね。
と後ろからつつこう。オッケー、いいね。大丈夫そう。どこかな。あ、終わった。いやいや、これは結構ね、手に汗握るというか。サイド変更もあんの。最初に4勝したら終わりなのか。なるほど。いやね、いつもやってたモードと全然違うね。いつもやってたモードはもうやられようが、もうとにかくどんどん次行こうみたいな感じだけど、これは1回やられたらおしまいだから。さあサイド交代。まあ多分激戦区というか、ここで敵とばったり会うっていうのは変わんないと思うね。決め打ちしとこう。当てられてんな。一応しゃがんでみるか。地味。おお、レベル上がった。すごい、モブ倒してレベルが上がっちゃった。よし、敵が孤立してるな今。危ない、殴られ、あれオーガか。オッケー、孤立したらもう一気に行こう。そしてオーガには近寄らない方がいいね。勝利、イエーイ。タイタンキルス2、パイロットキルス2。いや、これいいね。ある意味今までやってたタイタンホールとちょっと違う感じというか、一人一人の動きがかなり影響してくる戦いだよね。うん、ストライダーはそのまま。オーガが持ってる武器は基本的に俺は一発が大きい武器で、ストライダーに持たせてるのは弾数が多くて、まあ結構なんだろう、連射される系のあれを持たせてます。はい、うん、まあ、それで覚えてると結構何をしてんのかが分かりやすいかもしれない。うん、でまあアトラスはあんま使ってないんだけど、新しい武器とかを持たせて見てます。プラズマレールガン、まあでもね、個人的にはやっぱこの2つがお気に入りかな。4連ロケットと40ミリキャノン。動画が投稿されたことをいち早く知りたい方はチャンネル登録がおすすめ。ここをクリックしてくれ。スマートフォンの方は画面下にあるチャンネル登録ボタンか概要内にある URL をクリックだ。クリックパンチ、クリックキック、クリックビーム。この動画シリーズの続きを見たい方はここをクリックしてくれ。よろしくね。We'll be right back.